どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は就活相談企画のオンライン編ということで、みなみさんとひぐさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。みなみです。よろしくお願いします。ひぐさん、簡単に自己紹介をお願いします。大阪大学工学部、電子情報工学からやってまいりました、樋口直哉と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。就活の状況を教えていただきたいです。内定をいただきまして、現在も本選考、3月からいろいろ始まると思うので、それに向けて準備をしております。どんなことに悩んでるか聞いてもいいですか？一番の悩みとしては第一志望が決まらないという部分で、どうやって選んでいけばいいのかっていうのが全然わからない状態でして、それについてお聞きしたいなと考えております。実際どこの業界が一番自分が興味あるんですか？広告業界っていうのを一番に見ております。広告っていうのはそれはもういわゆる大手のところですか？そうですね、総合と言われる。あそことあそこですね。ぶっちゃけ広告代理店、某汐留社と某赤坂社がある雰囲気とか仕組みとか全然違くて、で理解してます？そこがいまいちピンときてない部分はありますね。シンプルに言うと某汐留社はホワイトだけど年収低い、で一方で某赤坂社は残業をもちろん減らそうとは思ってるんだけど、部署によっては超忙しかったりとかもしたり、某汐留社みたいに年収が超低いってこともないんだけど、どっちの生き方がいいかっていう。私自身結構仕事をバリバリしたいっていう気持ちがあって、人のために働いてるっていう実感を得たいので、そういう職場の雰囲気だったりっていうのを求めている感じあります。じゃあめっちゃホワイトっていうのは別に求めてはない？そうですね、ホワイトはあまり求めてない部分ってことは、某赤坂社以外にもいろんなものがあるんですけど、その辺のインターネット系の広告のビジネスしてる会社ってあんまり受けないんですか？ネット広告も一応受けさせていただいております。とにかくじゃあ広告に携わりたいって感じ。というのも大手は、まあ、年収はそこそこあるんですけど、子会社とかになってくると正直言うと年収は低いわけですよ。年収が低くてもその業界がいいと思います？正直なところで言うと研修の部分も大事かなっていうふうに。あ、そうですよね。ってことはもっと広げた方がいいんじゃないですか、業界の。広告以外も見た方がいいというか。最近 IT のクラウド企業っていうのも見ていて、外資系なんですけども、その部分に視野を開けたり、なんか目標に対してアプローチできる会社っていうのを見ていて、それを見出すとキリがなくなってしまって。英語はどうですか？上級ほどではないんですけど、聞き取れる、書けるっていうぐらいです。普通に Amazon に行けばいいじゃないですか？Amazon も一応志望している形になります。ってことは広告にこだわらなくていいんじゃないですか？もう最初は広告してる人なのかなと思ったんだけど、実は広告してないなっていうふうに気づいて、だからもっと年収が高い企業を広告以外でもいろいろ見た方がいいと思うっていうのが僕からのアドバイスですね。年収にはこだわった方がいいっていう結論で、とにかく広告にこだわって年収低くてもいいからっていうのはあんま良くない。理系で広告とか目指すの珍しくないですか？みんなメーカーとか志望するので、あまりいないかもしれないです。それちなみになんで志望するようになったんだろう？マーケティングをやっていて、僕自身サービスを立ち上げたりしていて、なかなか広まらなくてですね、潰れてしまって、そういう人がたくさんいるから、マーケティング支援だったり、それを成長につなげるような関わり方をしたいなと思って、今総合広告代理店ってコンサル部分を補ったり、そこからプロモーションにつなげたりっていうのをやってるので。なんとなく分かったんですけど、結論から言うと、大手広告代理店やめた方がいいです。本当のマーケティングって意味で言うと、やっぱりベンチャー企業の方がスピード感も速いし、自分の実力になる、自分の武器になるっていう意味で言うと、ベンチャーの方がいいっす。大手は遅いし、目立つことだけ目立っちゃうんだけど、地味な方が目立たないから幻想なんだよね。結局入ってから結構幻滅すると思うんだろう。説得力ありますね。なぜなら僕も工学部の理系から広告代理店に入っているから。例えば寿司屋に行って高級な中トロの寿司が出てきても、この中トロの寿司がどういう過程で海から取れて捌かれて、どういう業者が入っていって流通してお店に届いて、お店の板前がさばいてっていう流れ全然わかんないじゃないですか。我々は出来上がった中トロの寿司しか見ないんですけど、裏側にめっちゃ地味なことがあるんですよ。その地味なことをした時に幻滅するかもしれない。今は中トロ見てるだけなんです。それだけ見て寿司屋に就職するって決めると結構危険かな。じゃあそのために社員訪問しよう。社員訪問した方がいいし、社員訪問したところで大手ってめちゃくちゃ社員数何千人もいるから、その人が言っていることの部署に入れることがもう分かんないわけですよ。リスクだよ。で言うと俺はベンチャーの方が本当の意味でのマーケティングが学べると思うし、メーカーのマーケティング部の方がむしろいいんじゃないかと思ったりとか。マーケティングのモデルって有名なさ 4P モデルってあるじゃん。プライス、プレイス、プロダクト、プロモーション。広告代理店って、やっぱその 4P の全部もちろんやろうとするんだけど、やっぱりプロモーションの部分に重きが置かれてしまうわけですよ。だったら、メーカーの商品企画部って言って、4P の全部、価格も決めるし、商品そのものも決めるし、どこに載せるかっていうのを決めるしっていう方が、本当の意味でマーケティングだと思う。
逆に飲料メーカーとか興味ないんですか？わー、全然見てなかったですね。サントリーを紹介している動画が概要欄に貼ってありますんで、メーカーの話とかも聞いた方がいいと思います。樋口さん的に今後悩みうる可能性としてあるのが、結局どこの企業に行けばいいのか分からなくなるみたいなところがあるかなと思うんですけど、年収も同じ水準でそれぞれ興味があるっていう時は、どう解決しようと思って、いや、まあ、シンプルに最後は人なので、興味ある会社が見つけたらその社員を捕まえてひたすら話を聞き出すっていうことをした方がいいと思います。どうですか樋口さん、自分の価値観を見つけ出す方法っていうのは具体的にどういう行動をすればいいのかっていうのはありますか？尊敬してる人を見つけてくださいと。で、尊敬してる人から共通点何かなって考えてみて、自分の価値を感じる物事が分かるので。でもね、20代後半だとみんな悩むんですよ。このままでいいのかなみたいなとか、やりたいことなんだろうみたいな。だから今から頑張って壁にぶつかって悩んでおくと20代後半になってから困らないので、まあ、今から頑張ってください。分かりました、ありがとうございます。結局就活終わっても悩むってことですか？悩みます。5年目ぐらいになってくると、まあなんなら2年目ぐらいでも悩むと思います。じゃあ今ちゃんと悩んで考え抜いた方が時間的に得する。南さんが今就活だったらどこに就職しますか？就職しなきゃいけない企業ダメって言われたらガーファムです。ガーファム。それは何でですか？シンプルに日本が貧乏だからですね。日本とアメリカ企業では収入が2倍違います。英語できた方が収入上がるってなんとなくわかるじゃん、本能的に。そうですね。今日の感想を最後にいただいてもいいですか？志望してる部分に関してやっぱり裏側を見ないといけないなっていう部分は非常に感じましたね。それに対して自分がどうアプローチしていくのかっていうのも OB 訪問とかでしっかり詰めていこうっていうのが見えてきました。オンラインで会いやすくなってるので、連絡取ってオンラインでもう15分でいいからお願いしますって言ってお願いしまくるのといいと思います。ありがとうございます。ということで樋口さんの就職活動がうまくいくことを願っています。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。